石野陽三雑談。今春の ベースアップがどうなるか、明らかに昨年来の物価高は今も進んでいる。国民生活は物価高のために苦しくなってきた。今年のベースアップは経団連もベースアップにつき前向きな検討を会員に要望している。要望している。今まで経団連は賃上げについて、かつて経団連は賃上げについてベースアップは論外などと否定的な姿勢を続けてきたが、14年以降は容認する姿勢に転換。さらに今年は、ベースアップが必要という前向きな検討を始めている。ただ、雇用の7割近くを占める中小企業の賃上げ、これが問題になる。まあ大企業は賃上げについて大まかに言うと、まあ大企業にもよるが、賃上げの能力は持っている。しかし中小企業は大まかに言って賃上げの力を持っていない。大企業は賃上げをすることにより、まあ優秀な人間を社内に置いとくことにも役立つし、新しく優秀な人間を取るにも役立つ。そして景気を良くするためにも役立つということで、賃上げをできるであろうし、積極的にやるかもわからないが、力のない中小企業、今言ったように雇用の7割を占める中小企業が果たして賃上げする力があるかどうか、例年を見ていると大企業はと中小企業の賃上げのパーセンテージはかなり大きかったが、これについては今回もやはり同じように大企業と中小企業で賃上げするにしても大きな差が生まれてくるだろうと思われる。しかし一方では社員は苦しくなってきたから、大企業も中小企業もある程度の賃上げをせざるを得ない。中小企業はそれだけの力がないことを どうするか問題である。これから春に向けて
どんどん賃上げ情報が流れてきて、そして、まあ賃上げがある程度実現すると思われる。ただ現役の人たちはこういうふうな物価高に対応して賃上げがあるが、老人たちはどうなるのかな。年金とか貯蓄で食べている人たちには賃上げがない。老人はやはり、例えば定年退職者は6割は仕事をしていない。そういう人たちは定年退職も仕事がない6割。彼らは貯金と年金、わずかな年金で生活している。こういう人たちに対する賃上げはないんで、こういう人たちはますます苦しくなってくる。ものもの値段が上がれば、それだけ年金の値打ちも落ちてくる。貯金の値打ちも落ちてくる。まあ現在勤務している人は大企業関係はまあ比較的賃上げやそれなりにあると今回は思われるんで、よいが、今言ったように中小企業7割この人たちがまた見合った賃上げがあるとは思われないんで、この人たちの生活も苦しくなってくる。まあ大企業はそれなりに力があるから、まあそれなりの賃上げをして社員を安定させ、またいい人材を取りということで、なるが、どうしても大変な賃上げ等々になってくると思う。もうすでに早々に賃上げを表明した企業もある。例えば日本生命、5万人の営業職員を対象に年収ベースで平均 7% の賃上げ方針と聞いている。まあこれなんか早々に名乗りを上げたというところ、例えばサントリーホールディングスもベースアップを含め月収ベースで 6% の賃上げ検討とか言っている。アイリス大山もベースアップを含む約 5% の賃上げを実施と書いている。ファーストリテイリングも国内従業員約8400人を対象に年収を数パーセントないし4割引き上げ、ちょっと4割は毎つばものであるが、キャノンも20年ぶりにベースアップを実施し
約2万5千人を対象に一律で7千円引き上げる方針。こういうふうに名乗りを上げるところは名乗りを上げ始めた。まあ出せるところはこれでよい。な、優秀な社員をキープしておくとか、新しい優秀な新入社員を取るということでは、まあいいことであるが、まあ中小の賃上げがどないなるか、これが問題だね。大企業の賃上げはそれなりに肩がつくと思うが、中小の賃上げはできるんかできないんか、するとしたら原資はどっから出てくるんか、もっと問題は高齢者、特に年金と貯金だけで食っている高齢者、ここら辺がこれからもっと苦しくなってくると思いますな。とにかく、だけど賃上げをせんと景気は、消費がますます追ってくる。景気がますます下向きになる。ある程度の賃上げは必要だが、賃上げによって明るい生活を望めるものとより暗くなってくる明暗が分かれる。年寄りはこれから受難の方向に向かう。一部の例外的な年寄りは除いて、多くの年寄りは受難の方向に向かう。中小企業も、やはり受難の方向に向かうような感じがする。大企業の従業員はまあ良いとして、ますます貧富の差が日本において大きくなってくる。この貧しい人たちをどういうふうにするのか、難しい問題だなと思う。